そうですね、私、河合塾のね、英語の講師も兼ねながら、ジャーナリストもね、やってましてですね、主にアメリカのジャーナリストとね、提携、まあ、いささか英語ができるもんですから、まあ、そういった意味ではですね、日本とアメリカのね、戦後の、あれですね、まあ、いろいろ隠されている歴史をですね、アメリカの公文書館で、あれですね、資料をね、機密解除文書になったものをですね、それを英語のものを専門に向こうのジャーナリストと一緒に読みながらですね、戦後の史をね、日米史をですね、やるってことがジャーナリストの仕事だったんですね。でもですね、ジャーナリストとしてはたくさんいろんなところで書いてますね。例えば月刊プレイボーイ、ね、小学校のサピオ、ね、フライデー、ね、あるいは今休刊してますけど講談社の、ね、ビューズという雑誌とかでもたくさんいろいろ書いてましてね、ほとんどそれは海外に関することだったんですけどね、まあ、自分の特技の英語を生かしての仕事ですね。ですから河合塾の英語の主任講師とやりながら同時にですね、そのあれですね、ジャーナリストも兼ねていたと、そういうことですね。はい。あの時のですね、JAL の123便、これは1985年のですね、8月の12日ですね、お盆でみんなですね、人が移動する、そのですね、飛行機ですけどね、羽田からあれですね、大阪に向かう飛行機で、乗客、乗員含めてですね、524名だったですよね。それで、何か事故が起きて、それで結局最後、群馬県の御巣鷹山にですね、上野村っていうのがあるんですかね、瀬田郡のですね、上野村の、あれですね、御巣鷹に墜落して、そして520人の方が亡くなって、4名の人が生存した事件ですよね。大変な事故でしたね。世界で一気では一番大きな、もちろん事故だったんですね。それとその時ですね、4名は全員女性だったですね。でも女性の方がね、生命力があるのかなって気もしますけど、私は実は群馬県の生まれなんですよ。ですから、御巣鷹って言っただけでもってね、もう全部仕事投げ打ってですね、駆けつけましたね、すぐにね。もっと偶然なことにですね、上野村っていうのは、もう本当にね、ガーッと、奥にね、群馬県と長野の境にあるですね、村なんですけども、そこの村長さんが黒沢さんって言ってですね、 うちもねちょっと離れてるんですけど、富岡というところで代々村長をやってましてね、隕石関係だったんですね。ですから うちとそれから上野村の村長の黒沢さんとはですね、まあ、遠い親戚関係にあって、で私の兄が、日系上の兄がいましてですね、兄がね、これがちょうどその時、群馬銀行のですね、群馬銀行の小西支店っていうですね、ところの支店長だったんですね。それがちょうど上野村が管轄だったんでしょうね。そんなところでね、ちょっと、あれですね、兄貴にお願いしたらですね、うん、それじゃあいいよって言ってね、私は直接もう東京で縁がなかったんです。その上野村の村長さんをですね、紹介してもらったんですね。そして取材にですね行ったんですけども、これは取材できなかったですね。時は厳しくて、いわゆる観光令なんですかね、おってですね、もう本当に2日ぐらい後にはもう現場に入ったんですけども、まあそれは言えないですけどね、みんなも大変な事故ですから右往左往してますけどですね、何か口がみんな固かったですね。それでその時はですね、まあね、陰性関係でもあるので、そんな迷惑かけて悪いからって言ったらね、そしたらある人がね、うん、これ10年ぐらい経たないと話せないんじゃないのっていう話を言ってましたね。それで現実問題で私がですね、1994年でしたかね、でしたね、と思いますが、アメリカのジャーナリストのデイビッド・カプランという有名な、その人と一緒にですね、もう大体10年だからね、口を割ってくれるんじゃないかって言ってね、言ったんですよ。それもちょうどね、当時私の兄貴が、あれですね、そこの小西という支店の支店長を当ててですね、もう一度紹介してくれたんで、行ってですね、黒沢さんっていうお宅で、インタビューをですね、もちろん黒沢さんじゃなくて、おいでいただいたのはね、猟友会の方で、猟友会ですね、
鉄砲を撃つ方ですね、2名、3名でしたかね。で、その人が、村長の黒沢さんのお宅で来ていただいて、私とカプランさんが両方で、聞いたんですね。そしてですね、その方で後で、今日連絡もらって問い合わせてみたら、ちょっともう、当時も高齢で亡くなっていましたんでね、ちょっとあれですけども、残念ですけどね、その人たちの証言は、こういうことでしたね。ずっとマスコミ一斉にですね、長野県側に、JAL がおったおったってさ言ってたわけですね。そしてみんなメディア関係はですね、長野の方へ行ったんですよね。ところが誰が見ても実際におってるのはね、もう群馬県側と分かったらしいんですけどね、みんなその誘導されて行ってしまう、何か意図的なもんがあったんではないかというふうに思いますね。そういった意味ですね、米軍は所沢のね、ところはいち早く分かってですね、救助に向かうとかね、言ったけども、それはもう国ですね、自衛隊も含めて、それはやめてくれというふうに言われたってことは事実なんですよね。いろいろ証言やってることですね、やっぱりそれはうなずけるものがありますよね。そういう思惑があったってことですよね。で、いずれにしてもですね、その上野村のですね、猟友会の、あの人はね、猟友会の会長さんでしたね。あともう1人、2人、3名だったと思うんですけどね、取材に応じてくれて、もう話してもいいんじゃないかな、もう話してもいいんじゃないかなってことをおっしゃってましたね。それで何ですかって言ったらね、群馬県警の機動隊のを案内しながら山に入ったんですね。ところが機動隊重装備でしょう、遅れるわけですよね。で、竜友会の人はですね、慣れた道だし、そのね、その重いものを着てませんから、先に行くわけですね。で、かなり現場に行ったら、もう辺り一面がね、もう煙がくすぶってて、硫黄の匂いがして大変だったって言いますね。で、一番最初にですね、現場にね、その3名の人が入ってですね、そして、すごいなで、素人ですからね、もう足がすくもんをしてですね、呆然としたら、ここがポイントなんですけどね、その人が言うのにはですね、なんてことないね、その上の方からですね、3人制服を着た、警察じゃないですね、制服を着た人が降りてくるんだそうです。降りちゃったね。そして制服。制服ですね。で、後でね、言うのは、自衛隊だろうということですけど、それは確証を持てなかったんですね。要するに、降りてきてですね、そして、ご苦労さんですとかいうね、なんて言うんですか、ご苦労さんですとかこうでですね、挨拶して、そのままスタートと言ってしまったのそうですね。そして、上から、上から。おお、そしてね、救助活動するわけでもないしですね、そうすると現場から離れて急いで行ってしまった、顔見られないようにしながらですね、そして一体何なんだろうかって言ってですね、もう大変驚いた。でもね、その周りはもうたくさんのあれがね、ジャンの残骸があったりですね、それでうめき声が等が聞こえたんだ、これは生存者がいるんじゃないかって言って慌ててですね、そんなことはもうすっかり忘れておったそうですね。そして、救助活動をやってですね、あって 降りてきてですね、ちょっと冷蔵、あれ一体何者だったんだろうかな、ということだったらしいですね。それで、ある人にですね、なんか変だったよなって言ったらですね、何かね、もうドクドクと来そうとしたというのは誰かがね、シシッそう言ったっていうね、そういうことなんですよね。で、これは何かあったのかなって、ものすごくね、不思議に思ってですね、だと自分たち一番最初に到着してるはずなのに、その前にいるということ自体がどっからどう入ったか分かりませんよね。しかも上野村を通ってる形跡はないんだそうですね。だからそういうことは何かね、ヘリコプターか何かでもって、来たって、それでなくちゃいけないわけでしょうね。いやー、それはね、私も分かんないですけども、猟友会の方はね、さて520人の方が亡くなって現場に入ったわけ、素人でね、それはもう素人だと、
パニックになりますよね。そして群馬県境の軌道では上層部だから、はるかの1キロも遅れてたらしいんですね。そのもう3人ぐらいとか立ちすくんどってですね、そんな余裕はなかったとね。ただ変だなと思ってて、そしたらうめき声が聞こえたりして、ああ生きてるって言ってね、そっちの方に関心を移ってですね、あとで少し落ち着いて帰って、あれ一体何者だったの、そういうこと。 まあ非常に正直な証言ですよね。何やったかさ分からない、ただご苦労さんですとか敬礼しながら 降りてったって、そことで降りてったっていう話ですね。はるかですね、夕方の7時とか8時にはそれ乗ってるわけですよね。それで次の日の朝ですから、それは何やられてもおかしくはない。うかつなことを言えなくてね、そんなこと言うと遺族の方が悩むかもしれないけど、言えないけども、異様な匂いをしたってことを言ってました。まあ異様な匂いっても、その人たちもそんな匂い嗅いだことはないんだから、素人だから分からないけど、一面がまたくすぶってですね、期待の残骸がある中で、すごいな、こういうもんなんだなと思ったっていうね、その証言は生聞きましたね、確かにね。あくまで予測ですけど、まあ、事前に現場にヘリから駆けつけて、何か工作をして降りてきたというああ、件ですもうか。何だっけ、証拠を探すとか、そういうことしかありえないでしょうね。これはもうだって、上物猟友会のとかですね、2名様きちんと最初に立つ、私も証言してくれましたしね、その時には、じゃあデイビッド・カプランってやってもですね、一緒に行ってましたから、しかも私の遠縁の上物の村長さんも亡くなりましたからね、そのお宅でやってまして、それをアレンジしたのうちは兄貴がやってくれましたから、これはもう事実ですよね。ただまあね、まあね、証言としてですね、でも本当は抑えたかったんですけどね、やっぱりね、まあいろいろやっぱりあの後ですね、上の者も大変だったけどね、まあいろんなその政治的な思惑のですね、ことがあったんですよね。ですから分かってる人もあんまり口を言えなかったと。まあでも本人はもう嫌ということで出てますよね、いろいろとね、何か変だったってことはね、もうみんな言ってますよね。一番すごいのはあれですね、1990年頃から出た多分「疑惑」という本ですね、後で読んでみてください。これはもう明確に語ってました、ベストセラーになりましたよね。まあ、いろいろとですね、そういうことがあった自分に、当時は首相が中曽根康弘さんだったんですよね。この人も群馬の出身なんですね。そうなんですよ、まあ、立派な方でしょうけどね。で、まあ、当時ですね、国防費をですね、全体に。当時総生産って言ったのかな、それの GP、それのね、1%ですね、1%を、ね、防衛費にしようというですね、そういうことになってたらしいんですね。それで、その時にですね、もしね、自衛隊が何かがあったら大変なことですよね。そういうことですね、まあ、それが一つ政治的でしょうね、背景とするときに。で、まあみんな当時からですね、ジャーナリストはうかつなところにね、誘導されて御巣鷹山の方へね、ですね、マスコミを近づけなかったですよね。これはもう当然なきゃ意図性があるの、それはジャーナリストバカじゃありませんからね、みんなそう思ったわけですよね。まあ単純に言うとですね、あれですよね、あれは私たちの一般認識では、空の上に、ね、ブルー14というですね、道があるらしいんですね。これは軍事優先のところがあってですね、そこは避けなくちゃいけないらしいんですよね。ところが JAL がですね、何かちょっと間違えたかですね、それを超えて
相模湾の方に行ってしまったらしいと。ところがちょうどその時にですね、自衛隊がね、無人標的機を訓練やってた。無人標的機ですね、今ね。無人標的機、標的機を、そうですね、やってたとね。そして一般定説ですけどね、もう誰もがそういうふうに思ってないか、そのですね、標的機のがですね、JAL の尾翼にぶつかって、そして破壊したというふうにですね、まあそれはもうメディア関係ではね、一般的な常識ですよね。でこれなどはですね、後で調べてもらいたいんですけど、あの疑惑っていうですね、本を書いた人も証言してますし、その後ですね、いろんな方が本をどんどん書き出してますよね。しかも JAL 関係の人がたくさん書いてますよね。みんなその部分をね、触れたくないんだけどね、もう何かあったってことだけはもう確実に言ってます。当時 JAL はですね、結構なんていうかな、そろそろですね、財政的に苦しくなってくる時でですね、国からの援助ももらわなければいけない時だったね。それで自衛隊は自衛隊でですね、それに国民に認知されなければ、そういう政治的な配慮があっただろうということですね。それでまあ中曽根さんなどはですね、やっぱりかなりそういった意味ではですね、日本を強い日本がいいって思った人ですね。ですから、いろんな思惑はあったかもしれないですね。で、まあそういう思惑もあってですね、所沢のですね、米軍基地はもう一気にそれが分かってて、ね、一番最初に追跡になぜね、みんな行かないんだっていうふうに言ったという話もありますけど、まあ、いずれにしてもですね、もうそれは一般定説ですよね、むしろね。ですから、今ですね、うんぬんってことはないけど、もう1985年のですね、8月12日ですから、もうね、何年も経ってですね、いとこの人なんかも、もしそうだとすれば、非常にやるせない気持ちになるかもしれませんよね。でも、もう私はだから別に、弾を下すわけじゃないけども、当時のですね、上野村のね、十何年経ってからですね、まあ、そろそろいいんじゃないかっていうことだったんですかね。まあ、私の方はですね、まあ、いくつかのね、雑誌にはそれは書いたことは書いたことがありますけどね、もうこれ自体はもうね、国が口をつぐんだらもうどうにもならない話ですよね。あと、ただ中曽根さんは100歳で、あれですね、去年から亡くなってるんで、その前に何かね、語っとかなくちゃいけないことがあるっていうふうに言ったらしいんで、その時みんな目では色めきたって、それではないかって言ったらね、それも何も言わないで亡くなってしまったらしいけどもですね。つい最近も相模湾にね、その尾翼か何かがですね、下にね、沈んでるってことが確認できたって言ってですね、それを取る取らないと大騒ぎやってるけども、一切それ今明かされてないですよね。つまりそんな飛行機ですね、一回尻餅事故を起こしたと、それで修理やったって言ってますけどですね、そんなものをですね、毎回見てればですね、そんなことが飛ぶわけはないんですよね。それでその折った尾翼をですね、相模湾のそこに沈んでるというのをですね、探さない、そういうのがね、数年前も大きな報道になってますけども、触れてはいけないこれは事実なんでしょうね、やっぱりですね。ですからそれあたりが出てくればですね、そんな尾翼がね、風がないかと起こったらそれかどうかはっきりするんだけど、しかし一切それは分かってるけども、ですね、それを取り上げるとかそういうことはやってないはずだと思いますよね。アメリカなんかはですね、情報公開法とかになってですね、30年経つと全部ね、一切の機密会議は、まあ、CIA の関係のこと全部出るんですよね。日本はまだそこまで言ってるかどうか知りませんけど、私たちはそれアメリカの機密会議文書をですね、解読して、それで生きてきた人間なんかね、もっと本当は公開されるべきだな、中曽根さんが亡くなった時にですね、発表してくれるのかなと思って出なかったけど、それはもう、マスコミ、携わっている人間の間では、何かがあったことは、それは事実ですよな、欲がですね、吹っ飛ぶのはそのことありゃしないです、それはありえないしね、まあ、その後ちなみにはですね、あの飛行機のですね、飛行機会社からたくさんのですね、飛行機が日本に導入されてますよね。それも調べてください。それはね、
それで一応向こうはそのね自分たちの整備ミスであったっていうことにしてですね、それで数十機の飛行機が日本に納入されている。まあそれもみんな私たちはね、あの、うん、取引だと思ってますね。交換条件、交換条件ですね、そういうことだと思いますね。まあ戦後史の大きな一つですよね、それはね。まあ私の証言はそれだけですけどね。